表題集裏の上部中央に、蔵書院が押された、官報目次相欄一巻。蔵書院とは、所有者や所蔵者が本や書画に押して、所有、所蔵を宣言するための印、及びその意味合のこと。本の最初か最後のページに押されることがある。図書を所蔵する寺社、大名や藩校による、文庫、図書館、個人の蔵書家、貸し本屋などが押す。 宋代の中国を発祥とし、秋代以降に使用が広がり、日本で様々な形態に発展した。印としては、会員の次に多く見られる。蔵書印記、蔵印、書蔵印修造印図書印伝領印肝蔵印,印も、ほぼ同義。書籍書が、商品に押した印や、借り手が借りた本に押した印も、蔵書印に準じるものとして扱われる場合がある。 様々な蔵書院の陰影を集めた陰符を蔵書陰符という。陰影のみを掲載するものから、それぞれの使用者の略歴や押された本の書誌情報などを解説したものまである。蔵書院が東洋で発達したのに対し、紙幣に同様の機能を持たせた蔵書表が西洋で発達した。このため、両者は大致されることがある。関代までの中国では、 蔵書院を含む紙への印に先立つものとして、封電への印が、盛んに行われた。荷物を縛った紐にかぶせた粘土を風電というが、これに印を押して、発送者の身分を示すとともに配達中に改ざんがあった時それとわかるようにしたものである。用いられた印は、役割としては、官員や公員と呼ばれる種類のもので、特定の官職などにだけ使用が許された。 権力の裏付けの伴う公的な認証のための印だった。収蔵物への印として確認されているものの中では、当代の体操の上眼印、元層の開元印が最古と言われる。この頃に見られる、蔵印の古例は、基本的に宮廷が肝臓した書画に用いられたものである。蔵書院が本格的に始まったのは、宋代の中国とみなされている。 宋代の中国では、紙と印刷技術の普及、出版の発達、書画鑑賞の文化の発展に伴って、紙の上の書画に押すものとしての印象が大きく、発達した。図書の肝臓を示すものとして、最古級の印はこの時代のもので、大果ての、栄ありちみひ印、領州の、おさむえつ古書印、大祖、文帝の、比較図書印などとされる。 真の時代になってからは、さらに蔵書院が広まった。私的に使われることも多くなり、それ自体が、趣味や、障害の対象ともなった。光明皇后が、トカリッセイ雑書要略に推した、蔵書院の一つ。陰門は、石前不士へ。造書院は中国から、日本や朝鮮、及び、漢字文化圏に含まれるその他の東アジアの国々に、伝来した。 特に、日本での蔵書院の広まりは、中世以降、中国から草原版の書物が、盛んに輸入されたことと、並行している。所蔵者を示す意味で使われた印としては、8世紀の、焦燥院宝物、光明皇后直筆の、トカリス製雑誌書要略に押された、光明皇后の、石前藤井へと、内科詩院の印が、蔵書専用の印としては、今後上、 だら二行に押された、法隆寺一切教授いるしが、日本最古だと考えられる。図書料院、文館資林の端末の、霊前委員、佐賀委員なども、日本の上代の蔵書院の古例として知られる。奈良時代以降、平安時代頃までの書物では、上記のような蔵書院の使用例もあるものの、所蔵の事実は、印ではなく、式語として、筆で書かれたものが多く見られる。 この時代の蔵書院は、自社の経典への印のみが確認されている。諸文庫が盛んになった鎌倉時代になって、日本における蔵書院の使用が本格的に行われ始めたと考えられる。金沢文庫院は文庫院の先駆けとされる。この頃の文庫院としては他に、足利学校の野の国学印、自社の蔵書院としては、鉱山寺の 高山寺印などもよく知られる。書物が庶民に広まり読書人口が増えた江戸時代以降には、様々な形態の蔵書院が見られる。大名や藩校は堂々とした印を作り、国学者をはじめとする個人の蔵書家は独自の衣装や陰門を用いた。趣味性の高い蔵書院が盛んになったのは、工具も維持印。 道春印など数十個の蔵書院を使い分けたという、林羅山が起こりであるとも言われる。小説本には貸本屋の蔵書院が多く見られる。蔵書印婦が編纂されるようになったのもこの頃からである。書籍館で、明治5年8月の設立時から明治8年4月まで用いられた造書院。陰門は書籍館員。造書院は本来、 完石と和装本に対して使われるものだったが、近代になって流通の増えた洋装本にも同様に押された。近代の図書館では簡易なゴム印を増書印としたり、増書印の使用をやめて、バーコードのついたタグなどに屋形を記して、その機能を持たせる場合がある。日付を入れて、受け入れ印の機能を兼ねさせる場合も多い。しかし、 古典籍などの記帳書には、そのような事務的な印はふさわしくなく、衣装の整った伝統的な蔵書院がふさわしいという意見もあり、図書館においても、蔵書院文化は完全に廃れてしまったわけではない。蔵書院に似ているものとして、制作者による落下印、受け入れ日付などを記した受け入れ印、紙片として貼られる蔵書表などがある。以下、 それぞれの概略とともに、蔵書院との共通点、差異などを示す。ありがとうございます。